お世話になっております、かずみです。世界報道自由度ランキングという国境なき記者団の報告書が21日出ました。このニュースに韓国国民はやっぱり日本を引き合いに出してホルホルしていましたのでお伝えしますね。今回のお題、報道自由度が日本より上、アジアトップを記事で称賛。しれっと他国より上でマウントを取る。今回は日本の反応を紹介します。韓国メディアの記事を紹介します。各国の言論の自由水準を評価する世界報道自由度ランキングで韓国が42位に上がった。昨年より1段階下落したが、アジアでは依然としてトップだった。国際言論監視団体国境なき記者団 RSF が21日に公開した世界報道自由度ランキング報告書を見ると、韓国の言論の自由侵害点数は 24.94 点から 23.70 点に改善されたが、昨年43位だったイタリアが今年は41位となり、ランクは一つ下がった。韓国はノ・ムヒョン政権当時の2006年に31位に上がったが、パク・クネ政権当時の2016年には40段階近く落ちた。ムン・ジェイン政権が発足した2017年が63位、2018年が43位、2019年が41位と上昇を継続したが、今年は停滞した。記者団は報告書で、韓国について民主主義が安定した国では、政府が言論の自由を抑え込むための口実として国家安保を利用する。韓国は敏感と判断される情報、特に北朝鮮関連情報を公表する行為を重く処罰する法律、国家保安法が存在すると指摘した。台湾は今年43位で、昨年より1段階下がった。昨年民主主義のための集会などで言論の自由が萎縮したと評価される香港は80位で7段階下落した。日本は66位で1段階上がり、中国は177位で変わらなかった。北朝鮮は2018年の米朝首脳会談をはじめとする開放的ジェスチャーが肯定的な評価を受け、昨年は179位に1段階上がったが、今年は再び最下位である180位に戻った。米国は3段階上昇の45位となった。1位は4年連続でノルウェーが守り、フィンランドが昨年に続き2位を維持した。デンマークが3位、スウェーデンが4位、オランダが5位、ジャマイカが6位、コスタリカが7位、スイスが8位、ニュージーランドが9位、ポルトガルが10位と上位にランクされた。国境なき記者団は言論の自由を監視する非営利団体で、1985年に発足しパリに本部がある。毎年180カ国のジャーナリズムの現実を評価し、世界報道自由度ランキングを発表すると伝えています。非営利団体の機関が勝手にランキング感たっぷりですね。報道自由度は日本の新聞テレビは確かにひどいです。すでに終わっているレベルは正しいですよね。けれどそれを差し引いても韓国の方が自由度が高いのはちょっとしたお笑い。そもそも国や政府が嘘をつく時点でそれが自由というのであれば嬉しくないランキング、そのまま伝えていいのでしょうか。皆さんはこのランキングどう思いますか。それでは日本のネットの反応を紹介します。他の国の人には平気で差別発言するのに、外国人からちょっと非難されると人種差別だと騒ぎまくる。ある意味で本当に素晴らしい言論の自由だな。自由とは無秩序のことではない。誤報を垂れ流し訂正もしないこと、歪曲捏造を行うこと、他国の首相を敬称もつけずに誹謗中傷することはいずれも自由とは言わない。嘘を垂れ流しを自由というならアジアと言わず世界一。へそで茶が沸く騒ぎではない。顎が外れそうになるわ。貧富は娼婦と言ったら大学をクビになり起訴される国。反大統領の記事を書くことを大統領自ら禁止。政権忖度、反日、イヤベイ記事は何の障害もなく卑劣な言葉で書けるメディア。これを
韓国では言論の自由という、ということなんだ。すごいよね。アジア一、いや、世界トップレベルの国だな。報道の自由度ランキングって、何？それ、食べれるの？フェイクでも捏造でも、何でも OK の自由度なの？そりゃ、高ランクだろうね、韓国は。おめでとう。なので、こっち見ないでね。関わりたくないはいかがですか？皆さんはどう思いますか？今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見をコメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。